久しぶりです、2009年ニューウェーブ北九州、2010年ギラバンズ北九州に在籍した瀬谷太郎です。そうですね、海外に一度チャレンジしたんですけども、タイの方にいたんですけども、J リーグでもう一度プレーしたいって思いで、日本に戻ってきて、今は、ストライカーの育成ですね。2030年にワールドカップの得点を生み出すっていうプロジェクトをやっています。 J リーグに上がった時ですかね、あの時の瞬間、すごいこう一番覚えてますし、もう一度やっぱ J リーグに戻れたっていう気持ち、あの時のみんなで喜び合った姿が一番印象的ですね。本当に今でも J2 じゃなく J1 に上がってもらいたいって思いで、いますし、まあ、その選手たちとともに、まあ、よりいいチームにしていってほしいなって思います。